護衛艦出雲を批判しているのは中国だけではない。朝日新聞もどう見ても空母だけどという見出しの記事を掲載。政府見解では憲法解釈上攻撃型空母は保有できないとしていることを念頭になし崩し的に拡大解釈しているのではとの軍事ジャーナリストの批判を紹介している。これに対し日本政府は出雲が空母であることを否定している。そもそも攻撃型空母とは敵地を攻撃する戦闘機を搭載する能力を有していなければならないが、出雲は F-35 など垂直発着可能な戦闘機を艦載できる設計にはなっていないというわけだ。とはいえ出雲はヘリコプター5機が同時に離着陸できる巨大甲板を有し、就役すれば海自最大の艦船になる。空母であろうがなかろうが様々な場面で活躍が期待されていることは間違いない。他の護衛艦やイージス艦とともに編成される護衛隊軍の中枢艦となる出雲は最新鋭の C4I 式統制通信コンピューター情報システムで優秀な司令塔となる。大量の陸上自衛艦を輸送することもでき、水陸両用作戦など陸海空自衛隊が連携して作戦行動にあたる統合任務の中核を担うことも可能だ。日米安全保障条約第5条に基づき米海軍空母が来援に駆けつけることが不可欠となる。約90機の艦載機を要する米空母は戦闘機の航続距離を気にすることなく敵に打撃を与えることができるからだ。ところが米空母にも弱点はある。戦水艦からの攻撃に脆いため敵国潜水艦が先行する海域には展開しづらいのだ。ここで海自ヘリ搭載型護衛艦の登場となる。哨戒機 SH などが甲板から飛び立ち敵潜水艦を探し出し攻撃を加える役割を担う。つまり出雲は自衛隊と米軍が連携して行動する際の鍵になる艦船といえる。中国がこれを嫌がり右傾化などと騒ぎ立てるのは当然かもしれない。